タイのブック。やはり1試合目これでしたね。そしてアルスランアッシュ。トップ16だぞ。この絵面か。これこれ。このカードは金が取れるカードですよ。いやそうですよ。さあいきなり始まります。やはりカズミを出してきましたね、アルスランアッシュは。ちょっとジングは、まあ、やりやすい相手はないですからね。ですね。ですけどエボジャパンではこのカズミでブックを封殺しておりましたから。困らせました。完封です。さあどういう試合になるでしょうか、見ていきましょう。トップ8の方々はやっぱりあの今まで試合見ていてギース対策が仕上がっているという踏んでの、うん、カズミの仕様だったみたいなので、うんうんうん、やはりここはカズミで来ましたね。はい、さあ鉄拳界を震撼させた、ちょっと待ってください、画面大丈夫ですか。鉄拳界を震撼させた、はい、これですね、パキスタンのカズミ、はい、アルスランアッシュ。僕も直接そうですね、被害者いるので被害者の会の被害者か第一人どうですかジョナサン、その多分僕あのギーストしかやってないんですよ。そうですね、はい、はい、なんですけど、まあみんな言うのが、はい、ハイキック、はい、あのアルスランアッシュのハイキックの打ちどころが、まあ、日本勢でもない韓国勢でもない特殊なタイミングで打ってくる、うん、でなおかつ打った時にはほとんどみんな簡単、今のもしっかりカウンターしてるんですよ。なるほどなるほど、はい、確かに。でどういう時に打つのかっていうと、まあ、なんかちょっと待ってハイキックだったり、うん、まあ、横移動からハイキックを打ったり、まあ、たまに最速からちゃんと打ったり、タイミング、ね、タイミングが本当に、なるほどなるほど、はい、相打ちには先ほどなってはおりましたけれども、はい、あの相打ちだったからこそブックはこの1ラウンドを取れたっていう感じですかね。ここがもう本当に60分の1秒、1フレーム早ければここは多分アッシュが取っていたので、うん、さあここまでは削り合いつつ気を伺う展開になっておりますね、はい、手を出さないブックジリジリしている、めっちゃ見てますね。はい、最強対パキスタン、人といえばこの前蹴り、うん、これですね、まあ、近づくなというこのメッセージを伝える、うん、スタイルですね。なんですけれども、そのステップインのプレッシャーで、はい、カビに追い詰められているのはブックの方。そうですね、うわ、ここもしっかり今のスカシ確定打ってますね。スカシ確定ジャンプ17秒、ここはブックが攻めなきゃいけないところですね。細かい細かい、全然あるぞ、こっちはどうだ、中段、うわー、胴抜き2連発、胴抜きからの胴抜き、アグレッシブあのレイジドライブ、ジンのレイジドライブの後も、ステップに行けてそこから2択になるんですよね、うん、そこにリスクを削った中段を打ってからの胴抜きからの胴抜きという結構アルスランアッシュは勝負どころでしゃがむんですよ。確かに。ギャランガードをするので、はい、ちょっと人読みみたいなところはブックはあったかもしれないですね、はい、さあまずはブックがいやこれね奈落が通らないんですよ。どうして硬いな。でもバックダッシュして、まあ、奈落ないし、まあ、前蹴りぐらいしか当たらない距離に離れてからの、うん、まあ、奈落をしゃがみに行くしゃがみによって、うんうんうん、まあ、もう今ので奈落が超打ちづらくなりますね。もう打ちづらいですよね。もう当てないですしかしラウンドは 2-0 ですよ、ブック。いや、探すてのはシャープな国上凛子 2-1 ですね。しかし、エボジャパンの時よりも展開はブック寄りか。そうですね、まあ、もうファッシュの情報がダダ漏れしてますからね。なるほどなるほど、はい、確かになんか大会のために絶対みんな見るから。そうですね、うん、でもあのエボジャパンの時はアルソナアッシュって誰だよみたいな。そうなんですよ、感じだったので国旗すら見られてなかったですね。確かに。どこ？あの国旗どこなんだろうみたいな。でも今もう一目で分かるようになりましたね。一目で分かりましたね。日本の鉄拳ブラみんながパキスタン国旗を。鉄拳ワールドツアー見ると社会勉強になる。はい、素晴らしいですね。さあこの壁攻めをバックラッシュしましたね。うまっ。前蹴りケアの距離にずっといて。そうですね。右横しゃがみですね。しゃがんだ。やはりしゃがむ。ここはもう勝負の。これね、国上、これはノビー選手もあの注目してたんですけど、はい、行くときは行くんですよね。しかも早いんですよね、この切り替えが、うんうん、もう行くと。バランスは本当にいいですよね、はい、できないことがないですからね。そうですね、今のもやっぱみんなとこのどうやって削りに行こうかっていう場面で悩んでしまうんですけど、うん、アッシュ選手はまあそこまで見えているかのようなとか、今度は AK みたいになってましたね。下段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 とか言って、このメリハリをつけられると対応しづらいですよね。しかも短期戦ですからね、はい、2試合選手という、はい、いや逆転していきましたね、逆算。いや今もうブック選手の流れかなと思いきや、序盤でその中距離戦して前蹴りとか、はい、まあ、その奈落に対して押し置きして後にいきなり攻め運ぶんで、はい、ファジー暴れを生かした接近戦持ち込むっていうこの緩急でかなりブックもやられましたね。緩急が本当にすごいですね、やっぱりあのブック選手もあそここの
奈良高ガードされてからやばい打ててないですからね、中距離戦がちょっと手が出なくなったんでむしろ前に出られるようになったって感じですよね、はい、足場も自分から今度は攻める、まあ、偉いね、まあ、あれも、まあ、僕があの足選手すごいなと思う部分がバックラッシュしゃがみとかでしっかり技を、はい、あの回避した後に入れる技があの先行列拳なんですね、まあ、もう絶対に入る絶対に入るって場面でこの先行列拳を入れてくる、でこれで体力のリードが取れるので、ここがうまいなと感じる場面ではありますね。カズミだったら余裕があると、はい、それは LKRP の強戦落風にも変えてきたり、はい、で縦でさらにリーチがその距離が空くと、はい、膝風白にしてきたりとか、ね、おうまい。しかしここはブック陣ならではの受け流しで お得意ですよね、はい、世界一上手くないですか、うまいです。陣の性能をいかんなく発揮しています、はい、壁から逃げるための鳴神。そうですね。ですがブック、ここはチャンスだぞ。そうですね、この壁を手を継続させたい。そうですね、横移動しゃがみでハイキックケア、あの右横移動を挟んでおくとワンチャンその最速の重ね暁を受けるタイプがするので、まあ、いい動きですよねブック。いやレベル高いな。高いっすね。なんでガードできるんだっていう。これ奈落のガード率っていうのも、はい、アルソナッシュすごくて、はい、すごいね。これ何なんだろうと思って。今のマジだって前蹴りガードしてんだもん。だって前蹴り今通ってないじゃないですか。これとかもそうなんですよ。ここ何ガードできるんですよね。なんで。これ日本人は下段もガードしようとしてないから楽とか言われても、いや無理だろ。なんだこのガード率は。そのファジーフレームのファジーももちろんあるでしょう、はい、あるでしょうけれども、なんかその超集中した時の反応が終わってる。そう、反応終わってますよ、うん、っていう感じなんですよね。その組み合わせですよね。バランスが本当に全部使うんですよ、うん、そうなんですよね。反応に頼らないところもあるし、はい、反応に頼れるところもあるっていう、はい、そうなんですよね。要は意識配分と言われている部分だと僕は思っているんですけど、うん、まあ、攻めるとき、めちゃめちゃ攻めるときっていうのはやはりガードの意識がしていないんですけど、まあ、アッシュの守ると決めたこの守りモードの時の下段の反応っていうのは本当体感したことないような、うん、マジでブックを 2-0? 本当に 2-0 とかじゃないですよ。もう内容が内容がもうね、最初の2ラウンド